室内くんできそうだよ、意外とラップとかね、もともと海外で。できませんよ、無理です。ヒップホップ大好きでしょ。なぜか急に英語で、うん、あ、やりそうやりそう、やりそう、やりそう、超やりそう、本格的な、器用に、器用に。実はやってたんじゃないの。やめて、先輩たち、やめて、俺どう、カメラあるし、カメラあるし、若手を追い込むのやめて。いやいやいや、俺らのズンズンダン、ちょっとしてみよう、ズンズンダン、ズンズンチャ、うるさいって言われた。ただただうまいっす。もうね、それモルボル、それをラップでって書いてある。ラップで、あ、あって言われた、あって言われた。しかもあのめったに見せない真顔だ。ズンズンチャ、ズンズンチャ、ズンズンチャ。そろそろ松野さん帰っていただきます。帰れ、帰って言われちゃった。あのよくその吉田よう喋んなって言われるんですけど、違うんですよ、室内いてなんですよ。あら、業界のレジェンドに松本さんそろそろ帰ってくださいってこうやるやつ、多分業界にお前しかいない。まあね、まあね、だんだん酔いが回ってくると余計なこと喋りそうだからね。はい、あ、すいません、あ、はいはい、はい、お二人に一言だけ。赤ワインください。待て、はい、ほらほら、取締役。何なの、なんかあるの、この枠の皆様は、うん、すべからく私より職位の高い方々をお迎えしておりますので。あ、そうなの。林とかいたよ。いや、もういないでしょうよ。あ、まあそうですね。このここです。この、まあ、切れないで、切れないで。そうそう、はいはいはい。あの私に、その可愛い部下の私に迷惑をかけない。うん、あ、かけないよ。節度ある。あ、そうなんだ。取締役としての発言をお願いしたい。うん、めっちゃ節度ある。ありますよね、我々。何の節、なんか会社一節度って呼ば、うん、歩く節度って呼ばれてるのに。つうか、俺にあんな格好させといてよ、お前。節度も下手くそないだ。まあ、負けるのが悪いんじゃない。違うんだよ、勝ったら。勝ったらああなってんだっつ。あの、14時間生放送ファンタジーライフオンラインの告知したじゃん、さっき。黙らっしゃい。あなたは優先度低いの、社内の人だから。わかるでしょ。取締役にこの、仕切りできるのこの人しかいないと思うんですよ。そうだよ、だってワウやってる時ヒーラーだったから。そう、しょうがない。ただの誰のしょうがないじゃん。誰のおかげで生きてると思ってんだって。